Happy birthday tomorrow, happy birthday tomorrow.Happy birthday, my brother.Happy birthday tomorrow. はい。えっ、ー、と、今回、ニューヨークサウンドを浴びてたサイドディッシュのエクスプラネーションを始めたいと思います。えっ、ー、と、 まず今日よし作るぞーつってで寝ちゃいましたね作る時にねでも眠たいんですね作る時の時間帯がすごい夕食後なんでねがやっぱ寝ちゃうんですねで寝て起きるとね大体ね起きた瞬間にねなんかできてるんですよね勝手に自然にでもそれをそのまま 音,あのね、音源に再現できるかっていうとなかなかでそこまでね再現度はい、ね、つも高くないんですけど今回再現度100%に近いんですね。もうこのままのこのそえっ、ー、とねリスザルの声今回メインのボーカルのリスザルの声がね頭に出ててねそれをそのままこうやって移植できたのがねあの夢の中のやつをね 良かかったんじゃないですかねそこが良かったなそれをループさせあまずそれにちょっとベースを足し合わせたんかなまあ同時かなベースとそうベースとリスザルのその2つのパートはもう同時にできてたんだよ起きた瞬間に。じゃあこれできてたんでもうで,弾でパッパッと弾いてもう一瞬で。 でできたんでループさしてそれ以上ちょっと足す,足す必要ないかなっていうなんか無駄逆に無駄になっちゃうなと思ったのねなんかいろいろこれ結構、うん、これをじゃあループさしてこ,これにあのじゃあまずドラムをたたこうかちょっとね合わしちょっと添えるみたいに添えてってタタタタタタタってやってそれはつ,つまらないんで。 でこうちょっとコーラスみたいなで入れよかななんかアイのテ入でよっかなと思ったけどなんかね邪魔になっちゃってねでコーラスの代わりにギターの単音のエレキのね単音を入れてみましたねだからこうリスザルが「てるー」って言った後にギターが「ドゥルーン」

フリーで弾いててんでもうちょっと音が欲しいなと思ってもう一個ベースやっぱベースを練習中なんでもう一個ベースを出そうってなってでもあのループしてるベースとは別のね別の音のタイプのベースをそのふフリーで入れました。 だからリスザルと,、えー、とループしてるベースがもとも,もともとブワッと主軸であってメインであってずっとな同じやつが流してでドラムがちょっとループに近いけどあれも一応フリーっちゃフリーだで、ね、ち,ちょっとまあ音パパパパ,パってに同じリ,リズムでたたいてってほとんど。で完全フリーなギターソロと。 ベースソロギターソロじゃないソロではないかギター単音のギターとベース別のまた別のベースをフリーでまあそれその,そのフリーのやつは変化を持たした感じかな1分2分,弱2分弱の音源にね、まあ、すごいまあうんシンプルではありますねうん。 まあそうで動画のねコメントありまして「まーミンさんえっとねペロペロしてる」っていうとこはねやっぱり言ってくれたんであれね口のね表現ね口があれ回転してるんで前,前になんか,なんか,なんかもそしたらなんか食べてるように見えるんでね実際ねペロペロペペペペペロってあれ,あれだこれ今後また食べてる映像で使いたいなってなんか口元ね <laughs> あの動きは面白いなと思って、うん、で最後ピーマンでねちょっとびっくりするみたいな,な、うん、ちょっと面白くはでまたあで,あできたかな腕がちょっとね腕の動きはあれなんか <laughs> ちょっとうまくいかなかったけどなんか、うん、箸はまあねうまくいったかなうんでリンさんもね新しい画像があったんで昨日のね 昨日2個上がってたんアップしたねツイッターにで1個「あこれいいな」ってねあのなん,かなんか服が似合,う似合ってたんだよねなんかあれうんそれを貼っ,貼ってでねであと直哉さんのねコメントもまた見てくれてるんでねありがとうございましたであと VDG さんのねコメントが「これねちょっと専門的な話なんです コメントあって、ね、ダブ系って言ってたんだよね僕の曲ダブ系って何だろうって初めて聞いたなと思ってね調べたらエフェクトかかったようななんか曲でニューエックスサンドがそのベースが入ったことによってアバンギャルドかと思ってたらいやダブ系寄りだなっていうふうになってってコメントがあっておあ確かにあその比較 音源と YouTube でね紹介してもらったんでそれ聞いたらあれなんかあ確かにあそっちかなダブ系なのかなって思って結局行き着いた結論的にアヴァンギャルド系とダブ系が融合マミックスしたようなミュージックがニューエック・サウンドなのかなっていうね僕その2つについて全く意識はしてないんだけど結果的にはそうなってるんですね今のニューエック・サウンドが。 実験的だからラヴァンギャルドになりやすいんだけどまあエフェクトもよう使うんで、まあ、ダブ系になりやすいってまあそれはそうなるかってなるねそれはそうなるわってみたいなまあそうですね結局まあ、うん、ベース今回2個使ったんですねそこがうんよかったなうん。 てて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 トゥトゥてまあそれ系やっぱりそれ系欲しいんだよねずっとそこにいて欲しいみたいなね一つはねどうしてもうんとどまってほしいベースってのがやっぱ必要だよねとどまるベースってねなんかねいてほしいんだよね安心するもんねそれをそこにずっといてもらえるってねベースがあとやっぱ動ても欲しいんだよねベース動い ってでも2つのね「欲しい」があるから2個使おうかなこれから2個使うことになるんじゃないかななるんじゃないかねにやっぱずっとブラララドゥ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 欲しいんだよやっぱドゥンドゥンドゥンとかドゥンドゥンドゥンやっぱりねおとなしいベースっていうか寡黙なベースは欲しい欲しいんだよねいてほしい

またね元気でいれればほんと元気が一番で、ね、何事もなくそれが幸せですよであればまた明日 YouTube で Thank you for new x s u n s listeners